らほらほら。おたやばい、スケルトンまずい。スケルトンまずい。口で攻撃してる、口で。あ、まくった。え、すげえな。うう横歩きができるから避けやすい。最強じゃん、こいつら。うわお前、馬にいつ変身したんだよ。横歩きないなって。立ち寄せる。馬に変身したんだよ。馬が面白いから。馬が浮いて、馬に変身した。馬が頭突きしてきた。痛え。結構痛えな、これ。じゃあね、とりあえずね、何があったかというと、さっき金時と一緒に、あげるよ。あのね、馬、馬を探しに行ったのも好きじゃないんで、一応、新しいバイオームないかなって探しに行ったら、まあ、見つかっちゃっただけだね。そう、見つかったものが、驚きのものが見つかったんだよね。でそれは、ね、俺は知らないから、備えるときそれから知らないから。見に行こうっていう。キリアン、ジャイヤ、シャー君、金時にも借りて行こう。ちっちゃい行こう。カシャッて。冒険の始まりだ。金時は起きてきた。金時は来た。ああ、追いつけない。さよなら。あ、見送りに。あ、見送ってる金時。達者で。俺、この遠征が終わったら、結婚するんだ。逃げるのも早いな、追いつけねえ。誰ととは言ってないだろう。とりあえずでよ。で、ちょっと心して、心して。オッケー。行くぞ。ほら、こっちだ。おいや。うほほほ。ほら。いいだよ。まだ見えない。まだ見ないの。来たー。やば。来たー。来たよ。来ましたね。来たよ。来たよ、このオレンジ色の大地。マジか。で、これが多分ね、あの、今地図の、多分この辺が地図の境目ぐらいなんだけど、地図の端っこなんだよ。ああ多分地図2枚にわたって広がってる感じだと思う。すごいっすね。え、すごっ。いやー、初めて。マジで普通に初めて見た。初めてじゃない。前の間。そうやね、これ。掘ってみていい？うん。あ、カスナだ。おい。俺は木のことを思って、木のことを予想したんだけどな。外れたな。てか、メサ、これ何？ブリ。ブリース。メサって書いてある。ブライス。メサ、カッコ、なんか。ブリスって書いてあるわ。バイス。バイス？R どこ行った？あ、メサブライス。ブライス。ブリス。ブライス。ブリス。ブライス。わかんないけど。ブリスかな。何これはメサの亜種。覆われた森がこんな崖になってるのもすごくない？すげえ。本当だ。馬しか見えないからさ。何このなんか地面からさ、え何このメサ？待ってすごくね？地面からさ、いっぱい突き出てるよ。これがブライスなんじゃね？うう俺らが前行ってたメソド大地か。あ、またメソある。メソ広。メソ大地は違うでしょ。いや、全然違くなって、これ地面からさ、突き立っているよ。何これ。うん、なんか違うよね。え、メソでしか生きてないものがあんの？ない。一応ないけど、でも赤砂とかはメソだけでしょ。まあ、ここな、メソ、プラ、すごいね、これプラッチュ。変わった。プラッチュ。FM。プラチュー FM ってのがあるね。プラチュー FM 両方ある。でも広くね、うん、広いな。あれこの色ってもしかして読み込めてない。あ、まさか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 、マジか。すげえ赤い大地来たー。やば、一つミスがある。やべえ、やばこれ。いやー、悲劇のこと、メサより悲劇のことだ。悲劇のこともあったろ、もう、この地図の中に、多分。すべてあるよ、この地図に。全部あるよ、ジャングルもあるよ、多分。帰宅したて。笠原豚さん、今からいいところに行こう。おー、カボチャが育ってますね。
とする昆虫でリビングに入りに行く。うん、貼っとこう。リビング。おお、おお、すげえ地図埋まってんな。エンチャント、エンチャント、エンチャントよ。子供にエンチャント、エンチャントって言いたくないですよね。ただいまか。ただいま、エンチャント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 。なんでそうなったの。この本屋が空いてるから、この本屋にエンチャント、エンチャント、エンチャントしよう。いいね、エンチャント、エンチャントしよう。という話。確かさ、階段登るからさ、上に。階段登る。ただいまー って階段登るじゃん、あのシーン。ああ、なに、もう完全にあれを再現するの、多分見るのがいいよ、環境では。てか、この、これだと1マス足りなくない？エンチャントだからできたこと。あれじゃん、絶対、ここに、ここに、あ、ここに、ここ、あ、ここ、あ、え？ここに置いて、ここに置いて、置いて。あ、金時。バカ野郎。殺せ。やめろ、待て。待って、音出してくれ。すまん、ねえ、おい、うわー、これはもう、すまん、仕方ない。これは、仕方ない、事件だこれ。事件だこれ。これを音出しようとしたんだが、あった、音出しなんのあれ。俺、レシピ持ってない。わかんない、俺がじゃあ座らせれば。レシピ持ってない。ここにさ、ここに置いて、うん、本ってどこにある。ここにエンチャント、もうエンチャント置いて、はめ込むってこと。ここに、ここに本だな。下はダメだと思う。明日じゃないけど、その、場所的にね。あ、そうそう、そう、そういて、で、ここの端っこに、そう、違う。なるほど。じゃあ、インターナテーブル作るよ。そうそう。あら、そういうこと。あ、そうそう。いやいや、違う。2台。作るよ、インターナテーブル。ここで、ガラスのところに。いいよね。ガラスのところにあれ、やったけど。君たち、ここでこう、ここでこうとか言ってるけど、シャ君に映ってないからね、これ。こういうイメージ。ダンテーブル。こういうイメージ。じゃあ俺本棚取ってきていいですか？あ、いや、もう持ってるよ、俺。あれ？よくよ。持ってきてるよ。これ、あ、違う。ここに置く。ここに置く。はい。おい。でもって。え、でもこれだと14個じゃね？テーブルが、目線テーブルで。あとここに置けばいいの。え？確かに。あれ、なんかおかしいね。おかしいね。あれ、合ってるか。1マス置きだもん。斜めの1マス持ったらいいんじゃないの。あ、そうそうそう。あれ、ダメか。とりあえず、これは。これは。初心者の僕には何を言ってるのかさっぱりではある。で、このカードも置く？ここも。周りに本棚置くとエンチャントレベルが高いエンチャントができる。カードを。そういうことなんだ。だから本棚置かないと、エンチャント台だけだと弱いエンチャントしか。なるほど。え、こんだけ、あ、なんかピュンピュンしてんな。ここじゃない。ピュンピュンしてる。そう。確かにフラグメントもこんな感じになってたね。はい。まあ。そう。何故本棚を作るかというと、本棚が必要だから。じゃ、ちょっと僕。めなった本棚が必要だよ。僕、あれなんで、あれしてきますわ。45で。何？あれだからね。ちょっといいっすか。はい。ダメですか。まさかのあれやったんですか。あれやったんですか。はい。シルクタッチがやったんですか。いや、準備ないです。いや、でも経験値がないでしょ、あなた。いや、あるよ。え、スマイルだよ。色黒やんすよね。え、で、ダイヤピッケルどこ持ってるよ、俺。ダイヤピッケル。あ、ちょうだい。あ。最近は？あ、いいね。これぐらいならいいか。僕のね、類まれない。な、合ってる。類まれなる。類まれなる。まあ一発で幸運さん出しちゃった。出しちゃうわけですよ。だって幸運持ってるから幸運出しちゃうよ。当然だよな。効率許可4ですね。はい。はい、いや、でもいいんすやってみる。出る。ラピスあんの？それは、ラピスあるよ。いいと思うんだけど。いっぱい出たでしょ。どうせダイヤがあるでしょ。ラピスいっぱい出たわ。いっぱい出たわ。ブランチで感じ持っていきます。はい、行きます。はい、じゃあ行きますよ。ラピスさん、のドン。さあ、あ、その
悲しい声が聞こえる。耐久さんと掘りつける感じね。じゃあ、掘ってきてください。まあ、掘ってきます。耐久さんと何？掘りつけばよ。掘りつけばよ。普通によくね。まあまあまあ。ダイヤピッケル1個取ってくる？作る？ブランチを。作る？ブランチを。レベル3で行く人がいないんだ。じゃあ、一番近いのは金時だから、金時がブランチしてくるしかないな。ブランチ。そのツルハシで。前回は、この上の、上の部分。そう、これと。今いるところの1個上の地図を全部埋めて、で、まあメサが出て、で、さっき動画外で、この右の2つを埋めたんだよ。大変だったね。そう。で、左下になんか微妙に、この大きい海の中でさ、微妙に埋まってない3箇所あるでしょ。縦に3つ。うん？ねえ。どこ？右下の地図の海洋に縦に3つ微妙に埋まってない茶色い部分あんじゃん。点々点。いや、あれでしょ。右下の。黒いやつ。右側の黒い穴が点々点なんじゃん。そうそうそう、これ地図埋まってないところ。これこれこれそうそうそう。これそう、多分それ。でこそれがこれちっちゃい、そこに、あ、真ん中のちょっとちっちゃいけど、エビみたいな。あ、これがエビみたいですか。そうそうそう。これこの3つの点に。点, 点じゃないだろ、これエビだろ。じゃあ、この2つの点と1つのエビが、海底神殿があったんだよ。あ、マジで？そう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 。それぞれで、あと全部違う。それぞれ。そうそうそう。ここ海底で、このもう1個上の地図の上の方にも海底神殿があったんだよ。確か。ね、マジか。あと村もあったよね。村も上の地図は、まあ村は、もうどこでもあった気がする。で、まあ、下の地図は、キノコ島ジャングル、エガタイガあたりはまだ見てないね。まあ、馬あるんだったらこれも上に行ってもいいなと。うん。そう。それで、今から何をするかっていうと、リードとか、あとは、まあ、いろいろなものを作るためにスライムが必要だってことで、スピードがあればいろいろ。こっちがね、ちょっと、編集で丸つけといて、この辺に、この辺に湿気があるんだよ。俺も知らねえよ。わかるよね。まあ、編集で出てる、多分。まあ、今からそこ行くんだから、今からそこ行くんだよ。ここに向かって、で、スライムを狩ろうか。編集しか知らないっていうね。じゃあ、よし、じゃあ、じゃあ、今夜じゃね？こう。じゃあ、寝れる？そっちの。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価およびコメントをよろしくお願いします。さらにこの動画にハマったあなた、さらにワイテールズをもっと見たいと思ったあなた、そんなあなたはこのチャンネル登録ボタンをクリック。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。